おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、本日もドラゴンクエスト6幻の大地、実況プレイしていきたいと思います。前回ですね、豆腐の生まれた村に足を運んだんですけど、何もストーリーが進まなかった。なんで、ちょっと今回はですね、チャモロの村に戻ってみたいと思います。で、ちょっとね、パーティーの並び方を変えました。豆腐ベンチ、ハッサン、ミレイユ、バーバラ、チャモロの4人でね、ゲームを進めていきたいと思いやす。ってことで早速やっていきまーせう。いきまーせう。待って、ちょっと待って。バーバラにモーニングスター渡したい。で、チャモロが、チェンクロスを装備すると。よし、これで完璧です。ってことでいきます。なんかさ、待って待って。ゲントの村か。あ、ちなみに前回は夢の世界で終わってますけど、今、うつつの世界にいます。はい、世界はダーマ神殿経由で移動してます。ってことで、チャモロおじちゃんに話を聞きに行きましょう。なんだろうね。あ、チャモロさんもご機嫌よろしい。チャモロすごいじゃん。チャモロさんめちゃめちゃリスペクトされてるんだけど。長老、なんか話してる。うむ、ちょっと待っていてくれ。長老は目を閉じて瞑想を始めた。ごほごほ。おや、苦しくない。母さん治ったんだね。そのようじゃ。長老すごくね。礼はいらんよ。それよりもお母上を大事になされよ。はい。長老、そんなスーパーパワー持ってたの？すごいね、長老。やるね。マオムドウが倒れ、世界は平和を取り戻そうとしておる。わしらは癒しの力で手助けしていくつもりじゃ。チャモロよ、お前もその力で人々を助けてこい。さあ、お前たち世界へ旅立つがいい。皆にゲントの神の祝福があらんことを。はあ、終わっちゃった。魔王がいなくなっても怪我や病気はなくなりません。私たちの力はまだまだ必要なんですわ。なんつわ。あれ、じゃあどうしようね。結局ここでもなかったか。じゃあそしたらさ、船乗って行ってみるか。世界を回ってみようか。どこ行く？とりあえずぐるっと海岸線沿いに進んでみようか。まあね、一旦世界はムドを倒れた手、まあ、本当に倒れてんのか分かんないけど、倒れた手で進んでるから、まあ、体を取り戻しに行かないといけないもんね。なんか看板があるよ。タコツボ小僧とキラーウェーブ。これ戦うでいいんじゃない？チャモロが炎の爪やる、ハッサン聖剣好き、イカズチの杖。はいはいはい。津波押し寄せてくる24。え、強いんだが、あ、やばいやばい。バーバラさんとチャモロさんがお亡くなりになってしまう。炎の爪、あー、ちょっと悩ましいな。ちょっと悩ましいよ。ゲントの杖、炎の爪、ちょっとバーバラとチャモロの守備力がなさすぎるかもしれん。よいしょ。こんにちは。ここの北、モンストルの町。ほう。モンストルとな？あれか？ヒートギズム。やべえ、チャモロの攻撃が弱え。やばすぎる。2ダメージとかやばい。飛び膝蹴り、ミレイユ。いやー、これちょっとやばいね。ちょっとやばいかもしれない、これは。火の息。ミレイユ6ダメ、バーバラ。豆腐がいない方が戦いやすくて楽なんだよな。豆腐は必ず、なんか命令させろができないから、命令させろっていうか作戦指示が出せないから、バーバラ、チャモロの守備力がちょっと、不安すぎるね、これはね。ミレイユ、チャモロをバッチリ頑張れとかにする。ミレイユ、バーバラ、ゲントの杖、ギラ、クル、ちょっとこのチャモロ問題どうするかな。チャモロさん、チャモロもろい、もろもろチャモロなんだけど、
さあ一旦経験値レベル上がったが、その前にで、あ、ルカの覚えた。あれ、バーバラって今踊り子だよな。あ、僧侶か。あ、そうそう、ちょっと変えたんですよ。その後にやっぱ回復役2人欲しいなと思ってバーバラ僧侶にしたの忘れてた。なんか光ってる、何これ。え、てかなんでこの街こんななんか魔物の足跡がめっちゃあるよ。ちょっと生き返らせてください。旅の方、暗くなる前に立ち去るのです。天の声、神の御心に従うが良いでしょう。どういうこと。こんにちは。アモス様のご病気が一日も早く治りますように。アモス様だけがあんなことになるなんて。アモス様、誰だ。アモス様って誰だっけ。待って、アモス様の前にチャモロ様生き返らせないと。チャモロ様、あ、生き返ってる生き返ってる生き返ってる、もう生き返ってよかった。アモス様って誰だ。ただ待って、アモスのさ情報収集するよりも先にバーバラとチャモロとかいう防御力皆無なこの二人を助けることが優先なんだが、だがね、いやー、きつ、きついなマジで。あー、本当にちょっとダメだわこれ。ない、装備できるもんがない。おお、そなたたち旅のものじゃな。旅はええもんじゃ。一月前まではこの町も魔物に狙われて大変だった。勇者アモスが魔物を退治してくれた。あ、すごい、魔物を退治したのにこんなボコボコなの。その時の名残ってこと。泊まりたい。悪いね、まだ準備中なんだ。疲れてるだろうが、しばらくしてからまた来ておくれ。承知です。なんか準備してるらしい。すごい、この町にはアモスってやつがいるのね。ちょっと会いに行きたいね。会いに行きたいけど、バーバラの守備力を上げたい先に。モンストル、はあ、あ、おばあちゃんがいる。よいしょよいしょ、何も見つからんかった。ちっ、お、なんだ、ただの布切れ。おじいさんなら散歩ですよ。おじいさん散歩してるらしいよ。うん、道具屋があり。え、でもさ、町の至るところにさ、町の至るところに足跡があるよ。あ、ワンコール、くんくん、なんだろうねこの町、すごい被害が尋常じゃないけど。あ、鱗の盾、鱗の盾ってさ、バーバラ装備できなかったっけ。できない、チャモロが装備できるからチャモロに装備させとこ。チャモロはどうにかなったけど、バーバラパイセンがマジでやばい。うん、鉄の胸当てはバーバラ装備できるんだ。なるほどね。どっか、なんか豊富な防具屋に、あ、勇者アモスか？いてててて、私が言うですって。魔物は退治できましたが、この通り。お尻噛まれちゃってお恥ずかしい。でも街のみんなに笑顔が戻ったのが何よりなんです。旅の方、もうそろそろ日も暮れること。この街で宿を取っておかれるとなんちゃらかんちゃら。うん、なんか噛まれたらしい。でもなんかね、魔物をちゃんと退治してるらしいから、素晴らしい。なんていい勇者だ。いや、それにしたら大損害だったんだね。よっぽど激しい激闘だったんだろうな。はい、じゃあ眠らせてもらおう。いや、さっきの人たちだね。うちに泊まるよりも、明るいうちに次の街まで行ったらどうかね。いや、止めてよ。どうしても止まるのかい。はい、なんか問題ないの。まあ仕方ないか、じゃあこうゆっくり。どういうこと、どういうことなの。え、何この音、怪しくね。なんつかこれ。外へ出ちゃいけません。いいですね、何でもありませんから心配しないでくださいよ。え、どういうことなの。あわわ、これだ、地震だ、夢じゃなかったんだ。え、どういうこと、つまりは何が。え、街の中にモンスターいるよ。やっつけよう。待って、やっつけよう。おー、すげえ、動きがリアル。これや、モンストラ、チャモロ、ハッサン、ミレイユ、
モンストラ15ダメージ、まあ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 、よいしょ。ミレイユイカズチの杖っていうか、でもあれだね、あー弱くはない、弱くはないが、ただやっぱ無道ほどの強さは当然だけどないね。これはちょっとこのモンスター倒さないとさ、だいぶねこの町だいぶダメージ食らってたから、町自体がもうボコボコだったしね、これちょっと良くないよ。イカズチの杖、大地が激しく揺れ動く、あーちょっと待って、強いかもしれない、やば、糸やばし、あの全体攻撃は破格の強さだ。モンストラやばいかも、待ってやべえ、豆腐がいねえ、豆腐馬車の中だ、やばい。ギュントの杖、豆腐が馬車の中だ、やばい。バーバルがゲントの杖でなんとか回復してる。バーバルギラー、いやーちょっとピンチかもしれんよこれは。てか待って、ちょっとミレイユとかチャモロさ防御力がなさすぎるかも。いやーこれが痛いね、この全体攻撃が。あやば、ちょっと待って待ってください、やめてください、ハッサンさん待て。特技、聖剣好き、えいや、おお、ハッサン一人でなんとかやっていく、危ねえ、ちょっとみんな防御力なさすぎん、なんだ何、いや、やめてください、 この怪物は、どうかこの怪物を殺してしまうことだけは、え、どういうこと、何何、え、どう、え、どういうこと、誰か誰か、アモス様早く、アモス様、え、え、何事、え、じゃ、え、ど、とうとう見てしまいましたね、あの怪物はアモス、夜になるとあのような姿になる、なんで、詳しいこと増田アナウンサーお話しましょう、え、どういうこと、それよりもあのうちの仲間生き返らせてもらってもいいですか、あーダメだ、棺桶が3つ飛び出てきた、しかし今豆腐は外にいる仲間と話せない、ん、やや目が覚められましたか、あれを見てしまった以上お話ししないわけにはいきますまい、アモス様はヨゴターのような姿に、魔物退治の時に噛まれたのが原因のようです、しかし町を助けてくれた彼を追い出すことがどうしてできましょうか、どうかお忘れください、何この町、え、じゃあさこの穴ぼこ全部アモスがやったってこと、神も時にはいたずらをなせるむごいことです、このことは口が裂けてもアモスにはご内密に、自分が怪物になると知ったらきっとこの町を出て行ってしまうでしょう、くれぐれも秘密にしておくようお頼み申します、何この悲しい話、どうしたらいいの、ちょ待って、そのとりあえず一旦こいつらが生き返ってくれんと何にもならん、ちょみんな死ぬん早いて、死ぬん早いて、そんな防御力ないのか君たち、これどうしようね、ちょっとさ、ちょっと待って、ちょっとあのハッサンとハッサン以外の差がやばすぎた、さっきやっぱな、どうしても HP がないとなかなかね、 HP がないってきついよね、さあチャモロ生き返らせ、待って、アモスを助けるのは全然いいんだけどさ、どうやったら助かるん、あいつやばくない、チャモロ蘇った、よし、さあ問題は君たちが悠々と早々と亡くなってしまうことだ、先にさあちょっとルーラでレイドック、モンストル、ムドの城、ゲントの村、ゲントの村になんかいいさ防具売ってないかな、なんか武器は杖とかがあるから比較的なんとかなりやすいんだけど、武器はいいが、
あ、早手のリングさ、バーバラに渡しとこうか。よいしょ。そしたら、なんか防具が欲しい、防具が。あまりにも守備力がなくても困ってる。いやー、金の髪飾りバーバラ装備させて、でもあれだね、言っても大きく変わるようなものはないね。三河市の服バーバラに装備させとくか。結構でも限界じゃない？これだけだよね。しょうがないな、これで限界か。しょうがねえな。じゃあもう一回ちょっとモンストロに戻って話聞いてこう。さすがにあのまま放置するわけにはいかなくない？村滅んじゃうよ、あんなことやってたら。アモスに伝えたらアモス出てくって言ってたから、それはそれで一つの解決策なのかもしれないけどさ。変わり果てたアモスに会ったんだね。そうそう、全く覚えていないらしい。うちのじいさんに昔飲ませた理性の種でもあればね。どこにあるのかって、この町の北にある山のてっぺん。ほう、わしらも、ま、行く。じゃあ行く行く。なんかもうこのおばあちゃんに話しかけたら一瞬で解決策あるやん。そんなことなら早く行ってくれよ。行くよ。北川？北？あー、なんかなんだろう、あの小島に看板が一個立ってるけど、こっちかな。なんだ、そんな明確な、何、明確な解決策があるならもっと早く行ってくれればいいのに。いたよ。えいや。はい。そしたら、待って。作戦替えで、ハッサンガンガンにして。これかな？北の山。いやー、にしてもさー、やばかったね。この山の上には理性の種がある。ここに住んでる怪物どもの強いことと言ったら。さ、問題は豆腐なしの4人で、生き残れるかだよな、ここな。みんな防御力がないから、早速階段見つけていく。みんな防御力がマジでないんだよな。よいしょ。あれ？モンスター出てこないね。これ右も行けんのか？右も行けるね。蜘蛛の巨人とドッグスナイパー。蜘蛛の巨人強そう。いやー、バーバラ36ダメージってやばすぎるでしょ。HP の半分以上のダメージ食らってるよ。ちょっときついな、これ。いやー、困ったな。バーバラさんの守備力が。先に左から行くか。おー、山だ。エビルポット、飛び膝蹴り、ハッサン、バーバラ、ギラーかー、ミレイユ、チャモロ、炎の爪、ハッサン飛び膝。悩ましいな。ハッサンが仁王立ちしまくればいいんじゃね。ハッサンひたすら仁王立ちでいいんじゃね。なんか綺麗な洞窟だね。これハッサン仁王立ちが正解のような気がしてきたよ、俺。いやー、ハッサン聖剣好きでストーンビーストワンパンか。ちょっとハッサンさん桁が違いますね、強さの。よいしょ。ハッサンが格が違うんだが。ゲントの杖、ハジャの剣。まあ、ちょっとなー。お、宝箱。モーニングスターはチャモロが装備できるんじゃない？いけるね。よしよしよし。とりあえずでもなんもないね。そしたらさ、テクテクテクと歩きながら、やべえ、ラリホーンが出てきた。こいつラリホーしてくる。うわ、ルカナンやってる場合じゃねえんだわ。そしてハッサ、やばい、これもダメだ。逃げよう、これも逃げよう。やばい、絶対ラリホーンからやらなきゃいけなかったのに、ラリホーンからやらなかった結果、きっと寝るよ、我々寝るよ。ハッサン寝てない、ミレイユ寝た、バーバラ寝てない、チャモロ寝てない。あ、いけるか。
いける、押せ押せ押せ、今だ、やれ、ハッサン落とせ、ナイス。ゲントの杖はまあいい。いや、チャモロが落とされる前に頑張ってみんな。いやー、ちょっと HP が低すぎる。チャモロとバーバロの HP が低すぎる。ここがなー、ここをどうにかしたいなー。よし、なんとかギリ耐えた。ちょっとチャモロとバーバラ HP が低すぎて、逃げ気食らったらやられちゃうっていうのがね、正直かなりギリギリ。オークマン、雲の巨人。いやーいいね、ハッサン武闘家にしたらめちゃめちゃ足が速いから、初動でね、足が速いハッサンが動いてくれるのがすげえ助かる。バーバラも足速くしてるし、ハッサンの飛び膝蹴り、ミレイ42。いやー42ダメージやばいよ、やばいな。無動戦ですらもうちょっとみんな耐え忍んでた気がするんだけど、そうでもないか。あれ、これ降りちゃったね今。はい、ってことで本日はこのカメレオンマン倒してここまで。やばい、ちょハッサンすでに攻撃したやつから攻撃するのやめて。まだ動いてないやつやって、あーダメだ、ミレイユがオタブツした。やべえこれ、ちょっと待って、こんな守備力ないの、きついね。とりあえずとりあえずこれはもうしょうがないので、チャモロさえ負けなければどうにかなる。はい、次回はね、引き続きこの山を登って理性の種だっけ、取りに行きたいと思います。ってことで本日の動画ここまでにいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。最後にチャモロさん、ザオラルお願いします。はい、ってことで皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。